お前最近またケンタロウとなんかちょこちょこ会っとるらしいな。俺は独立するのは別に、応援するけど、今のお前なんか失敗しそうなんだよな。頑張っとるのあいつ、仕事。頑張ってると思います。はい。あ、すいません、どうも。ケンタロウさんいます？います。え？なんで？無理。何年無理？いやいや、動画、じゃあ、ドッキリじゃない。岡部間違えたんですよ。いいです、お疲れ様です。お疲れ様です。おい、岡部。はい。お前最近またケンタロウとなんかちょこちょこ会っとるらしいな。はい。なんか、大事件起きたの？大事件。俺も今聞いたんですけど、しょしょ、皆さん。ケンタロウくんなんですけど、すいません、ケンタロウくんがいないです、みたいな。え？みたいな。昨日言っとったやんみたいな。あ、忘れとったみたいな。でもうちょっと僕もムカつきすぎて、うん、お前そんなんできんかったらもう仕事にならんぞっつって、なんで俺がこんな言われなかんのみたいな。あ、お前相当言ったんだ。何みたいなこと言われて、いきなり、うん、え、何じゃなくて、もう仕事はって言ったら、あ、辞めるしみたいな、うん、何なんその態度って言うじゃないですか僕は。って何なんその態度って、いやお前の態度まず直すよみたいなこと言われて、うん、なんで俺があんなこと言われなかんのみたいな。うん、お前が間違っとんだろって話じゃないですか。うん。僕の確認不足っていうのもあるんですけど、その、うん、スプレッドシートっていう予定部屋があるんですけど、僕運転してるもんそんなあんま聞いてなくて、言っただろうみたいな感じでわーって言われたもんで、平野さんの件とその前日にもあったんですけど、これ1日なのっていう電話して、ちょろっとだもんって大丈夫っしょみたいな、なんでそんなかかっとんのみたいな言われたもんで、まあ、その日はなんかしょうがないみたいな言われて、うんうん、でその当日なんですよね。言えないよ、お前独立するの考えとるんですか。考えとるんじゃない、考えとるのかも決めてるのか、もう決めてます。まあ俺は独立するのは別に、応援するけど、今のお前なんか失敗しそうなんだよな。電話でしょ、なんか電話ではそれがしょ。どうぞ、ご自分にお願いします。マスク取れ、マスク。お前とはこいつ喋ったことなんか独立って言ったら、そうっすか。俺も聞いとんだろ、それ。独立は聞いてないですね。で急に連絡取れんくなって、もうやっとる方が子供だし、それが俺は納得できなかったですよね。なんか昨日の前かな、俺なんか聞いて、で俺ケンタロウに電話したんだって、はい、あいつ電話出えへんねん。まあ、またよくあるのか、お前本当になんかいろんな変なやつあるな。まともなやつ遊べよお前。いや、まともですよ。誰、ケンタロウ、ま、まあ、本当頑張っとんのあいつ仕事。頑張ってると思います。今会社は自分ちゃんと、会社とか、まあ、まあ、個人でやってます。まあ、女優だろ。昨日ものな、昨日もの2日連ちゃんで2日連ちゃんになるか。そうですね。まあ、俺が誘うと全然出てこんのよ。お前本当にあれだな。いや俺電話3回かかって、まあ、女の子に店行くやつが好きなんだろお前。だろ、女の子の店行きたいんだろ。女の子の店、まあ言い訳じゃないですけど、うん、いつも行くとこなんです、うん、あそこのスナックは、うん、だからまあ行きやすいっていうのはありますね。本当そこデブしかいないんで。なんでデブ好きなのお前。デブに失礼だぞ。デブ嫌いです俺。あ、デブに失礼だぞこの動画。しょうがないですよね、デブの。お前が嫌いなんだから。俺だって俺もデブなんだ。まあ、そういうことだ。ピーマンが嫌いなのと同じで、ピーマン好きな人もおるし、そう嫌いな人もおるし、僕は嫌いだよみたいな。俺はあの自分もデブなんで、あの似た者同士で嫌なの。闘牛になっちゃう。闘牧組。同族嫌悪って。同族嫌悪。だからお前彼女なんか一時おったやん。もう全くいないですね。最近はないな。遊んではいます。ちょこちょこ。だけど、まあ、物にできない。そう。じゃあさ、遊んだらもう物になるだろう。その二人きりで会うってことは向こうも好きだから。いや、ならないですよね。なんで？なんか、まあ、そのどんな人なんだろうみたいな、お互いの、 探り合いの時期、うん、そう、二人きりで会うときに、二人きりです。僕だってその、まあ、最近じゃないか、去年ぐらいにもうめちゃくちゃ好きな子いて、うん、
その子に女心が分かってないって振られましたお前相当悪いいいなと思って二人で会ったらダメになるパターンじゃないのお前しかもその子はもう多分会いすぎたんですよもう何十回ぐらい会っててでいい人終わりなんじゃないですかここは強引に来てほしいみたいなところも行かないしそう場面的にお前強引そうだけどなやらせないやらせない全然くんかくんか匂いめっちゃ嗅いでそうだけどやつ全然して帰りますからねして帰るとかお前どう使えんだろこんなお前ギリギリセーフかギリギリ、ま、お触りして帰るどういうことしないのしないなんでなんかジェラシプリン付き合う前はいいかなそういうその本気の子だったら遊びの子だったらだけど関係ないチューとかするってことだろします途中までして帰る B までして C かおっぱいさんの C だったっけチューが A チューが A の B がお触りお触り C が何本番 C んいや C が こっちじゃないですかそれは F だろそれはアルファベット頭を巻く頭文字それは F だろお前ちょっと恥ずかしくなってきたんでやめます恥ずかしくなってきたんでやめであれ何でしたっけケンタロウかうん何で言うかとりあえず今日捕まえるよ絶対何でもしろ電話さえ出ればじゃあダメだったらもう早めに行ってなちょっと開けとくで夜本当に、まあ、今電話出ればって感じですああ電話さえ出る電話しよう電話しよう面白いちゃん面白いちゃんケンタロウさん電話に出るかな昨日でもなんか4時起きとか言ってたんですよ嘘起きれましたって、まあ、俺がおるって練習しようかせあ、まあ、そうあいつ電話出んねえなバカやろかけ直しもこんねえなこれ出ないやつ寝とる寝てはない仕事は行ってる、ると思いますけどああだただいまでこの人折り返しないんでなんでないっす自分のタイミングでしかかけてこないっす自分の用事しかそなめとんな俺も電話しよう電話あったらな今日捕まえれる電話さえ出ればって感じなんですよ、ね、ちょっと何回かかけてや分かりました何かあったかな風で、はあ、ちょっと夜でも一昨日何かあったかな風ぐらいかけたんですけど、うん、結局丸一日帰ってこなかったなんだあいつってすごいな飲みに来たいときだけちょ岡部行こうよ岡部行こうよ電話かかってくんだで昨日僕8時半に寝てたんですよ、うん、寝てて9時半に電話かかってきて最初起きて何すかっつって飲み行こうぜって寝てるから無理って切ったら、うん、もう15分おきに電話がずっとかかってきて行こうぜまだまだとか言って多分店に先行ったんだあそういうことまだまだとか言っていやでも久々に会いたいなあいつどんだけ仕事しようかもちょマジで気になるもんなあんまり仕事の話しないですもんね二人で飲んでてあ本当ちょっと中身の中身のない会話を中身のない会話をずっとしてるじゃあやってみようかな楽しみですね、うん、じゃあちょっとまた連絡してはいいいよろしく、はい疲れそうこれなんか動画撮ったんだよな別で撮りましたねオープニングだけ現場であほんで電話で結局電話は出たんだけど YouTube は嫌だって言ったそうっすもう嫌だ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 聞いた次第だな YouTube でも違う案件のこと言ったんだろドッキリしようって言ったんだろそうっす僕はもうドッキリで健太郎さんも一緒にやってもらおうと思って、うんうんうん、っていう勘違いをしてたんです、うん、そしたら社長とあれですね違いましたねそうだから健太郎さんは今から普通の会話だけだな今最近仕事何やっとるとかそれは聞きたいんだけどな、まあ、もうこれ説教だな懐かしいな健太郎の家どこあったかなインターフォンがない奥さんはいい奥さんだろうなあいつ聞いて違うかもしれんはいあすいません、どうも。ケンタロウさんいます？います。え？あ、ケンタロウです。どこ飲んでいい？来た。合ってましたね。合ってましたね。緊張の瞬間だった。これケンタロウさん出てこないですよ。出てこないです。出るだろ。社長も出てこんってことないだろ。さすがに。でも出てこない男ですよ。いや、俺には出てくるよ、さすがに。ですか あ、ちょっと健太郎に会いたかった出てきたくないって、うん、いいえ社長が会いたいって言っていや動画嫌だったら撮らんでいいわ別に大した用事じゃないって別にな、うんだあいつめんどくせえなそういう男ですあそういう男ですおっおざっす来たお健太郎パパお疲れ様です
はい、出てこい。なんで？なんで無理？ええ、動画、じゃあのドッキリじゃない、岡部間違えたやつ。お前が最近何やってるか撮りたいなと単純に思って電話しただけなんて。はい。なんかドッキリかなんかで電話式だから。そう。お前最近何やってるかとかその程度だったらいいんじゃない。本当その程度だよ。カメラやばい。じゃあもう撮ったけど、まあ最悪使わんでいいよ、出てこいよ。もう最悪なね、内容によって嫌だったら別に使わんだけだで。もう服着る。なんでやん、めんどくせえな。またコメント欄荒れるわや。社長の強引さ。強引。じゃあもう嫌だったら使わんでいいもんな。まあ、別に無理して嫌なもの使わんで。だけどなんかお前らと関わっとんだろ、ショーとかとも飲むんだろ何回か。わかんないです、僕はいつも1対1なんで。ん、僕はいつも1対1なんで。あ、それいい、下行こうぜ、下行こうぜ。はい、下行こうぜ。じゃあ別に何ない、ただお前も仕事何やっとんか最近で見ようと一回俺電話しただろ。お前俺が電話したのに無視しただろ。いや、社長の番号多分もうないっすよ。なんで？もう連絡取らない人消してます。なんで？1ヶ月連絡取らなかったらもう誰とも取らないっすか。女の子の番号だけ残しとくか。ああないっす。何、仕事は頑張っとんか。ことはまあ、下行こうぜ。ちょっともうこのところで大きい声で喋ったらやらしいだろ。なんで消しとんのお前、殴られるぞ。それが一番腹立つわ、動画に。なんで消しとんのお前。いや、もう1ヶ月連絡取らなかったんで全員消してますから。だけどお前また働きたいって会社に連絡してきたわよ。一回辞めて何年も経ってから俺に電話してきてるよ。お前何の言い訳だったよこれ。そうだろう。また働かせてください。しかも俺に直接かけてきたよなお前。そうだよ、俺覚えとるもん。お前が戻ってきた時もう一回入会同士働きたいですみたいな。で腹立つで消したんだろ俺の。あれなんか別に俺なんかお前、いや言ったんだ、なんかもう出たくないんじゃないですかって言ったもんで、いや俺健太郎何もひどいことしてねえけどな。何もないです、ただ普通にもう1ヶ月以上連絡取って。それはマジらしいです、マジいろんな人聞いたらしいです。だけどお前岡部も1ヶ月分ぐらい後だ。消してた、消してた、電話かかってきたで、うん、出たら岡部って。ま、あそういうことな、あ飲もうぜって言ってで飲んだ。仕事頑張っとんか、なんか顔色いいな。顔色はいいです、うん、なんか仕事回っとんか。じゃあそこそこ、まあ、それが本当に俺別に撮りたいだけ、はい、なんかそれが嫌だったらまあ別にこれ使わんけど、最後話した内容、そのなんか何かが嫌だとかここが嫌だとかさ、またショート揉めてるところはそこは知らんから。あ別に飲まないです。あっとんのショート、堀川ショート飲んでないの。飲んでないです。全然連絡も取ってないか。なんで相談とか人、でもお前なんか一時期受けたりもしとるって言っとったじゃん、ちょこちょこっと。人借りたりとかそういう話もないもん。あ、ないっす。どこの仕事行ったの。はい、それはもう。なんで、いやなんでなんで。知り合いなの。いや、もうだって最初に言ってほしい。もうだって俺もこれ手つかれるから、もう絶対こういうことも嫌だなのか、これぐらいの間だったらいいななのか、画面にすら出たくないだったらもう取れんねや、うん。だからそれはっきり言わんと、お前アホかってなるぞ、お前。大人は何を言っとるんだって。もうこれだけ取ってもらったんで。いいのです。お前いいやつだな。最初ちょっとイライラしてたら、本当にカメラ止めてボコボコに殴ったのかなと思ったけど。今社長これだけ使ってるんで。何を？ロール。何で言うと、ああ使ってるね、頑張ってるね。まあ仕事頑張ったのか。それが一番大事な話だ。まあ、仕事は、はい。で、まあ、家の、まあ、マジぶっちゃけ。まあこれそこはでは動画で使わんわ。ぶっちゃけはどこに行ったの？動画で使わんわ。マジで。なんで俺にも言いたくないの？あ、全然塗り替え関係ないとこ。だから言いたくないとかじゃなくて、お前が一人で、まあ、いろんな知り合い時代に、俺なんか持っとるよ。ほんで、何？お前一人か？一人でやっとんの？あ、一人。あの、もう、従業員使ってとかじゃなくて、何やっとんの？足場？足場とか。鉄骨とかも？いや、鉄骨やらんすよ。足場で、枠も。あ、設備とかもやった。もうそっちの方がいいわな。いろいろやってな。あ、ほんで、まあそこそこ稼いどんか。お前の奥さんが一番かわいそうだよ。うん。ちょうどまた岡部と飲んで2日連チャンで飲んだって言ったで。あでも、まあ、毎日仕事あんの。あ毎日切れずに。はい、親方でやっとんだろ。まだあ一人は一人でやっとんだろ。これいくらぐらいなとぶっちゃけ、まあ、ピーにするには全部その辺は、まあ本当食えとるかどうか単純に興味あるで、なんか本当になってみたいなって。1000万ぐらいですか。もう殺すぞ。もういいよ、安心したわ。安心したわ。それは俺の電話番号消すわな。いつでも好きだろ、もちろん。はい、これ使っていいだろ。ああ、そうか。まあ、食えとんな。じゃあ、
仕事も切らさずにずっと8ヶ月順調に、嫁さんも安心ながら、いや俺絶対あいつ仕事回らんだろうと思ったでどうせすぐケツ割って戻ってくるわと思ったけど案外戻ってこんと一生懸命やっとんな。ここで安心したな。はい、じゃあちょっと締めようか。まあまあ結構いい取り高あったわはい、視聴者皆さん、じゃあ健太郎は痛い痛まあでも、おごったれるぐらいは稼げてるってことな。ああ、でも飲みに行きますけどたまには岡部おれよって。はい、そうですまあいいことだよ、でもな、はい、岡部だったらいつで引き抜きしてもいいでないつで引き抜きしてもいいぞはい、じゃあ視聴者の皆さん、健太郎久々に登場してくれましたけど、なんか最初生意気って本当に殴ってやろうかなと思いましたけどまあまあやっぱりいいやつでした。はい、仕事も頑張ってます。1000万プレイヤーになったし、うん、まあ、月1000万稼げるらしいねはい、じゃあこれカメラ回してからちょっといろいろしっかりと話そうと思ってますんで、よろしくお願いします。せーの、また見てね。また見てねお前、俺の表情見ていけないんだな今俺がお前がーってなるからやべえって社長怒るかもしれない